それとエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、センターについての現時点での確定版、うん、確定版確定版トークをちょっとしたいなと思ってます、うんうんうん、というのは昨日12月18日にタイプ4のハートセンターのヨッコさんをお呼びして、まあ、一応タイプ6だと思っているヘッドセンターの私で、旧の僕、旧ガッツセンターの隊長で、まあ、センターについてを話そうと、まあ、発端となったのはハートって何っていうのが僕が分からなかった。ハートって何、ハートフル、ハートフル、ハートフル、いや違う違う、うん、ハートがオープンなんです、うん、だからハートがわからんちゅうの、うん、で、うん、本を読むと、うん、手を当ててハートに聞いてみてください、うん、いやだからハートって何っていうところからヨッコさんをお呼びした、うん、でハートセンターのヨッコさんの説明が、うん、要は私がタイプ4の私が思うハートについて、うん、まあ意味はちょっと違うんですが、感じる、よくなんかその感じやすいとかって言いますよね、うん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 、でじゃあ感じるって何っていう説明で、例えばそのはって寒い冬に息を吐いた時に白い、うんうん、で、はあ、そのはあっていう白いのを見て、うん、はあ冬が来た、はあクリスマスが来てって、その気分が高揚するとかっていうのがセットになったものが出てくるとか、雨が降る前の重たい空気を見た時にまたそれで心が動くみたいな説明をとてもうまくされたヨッコさん、うんうん、でその話を聞いて、うん、あなるほどと、うん、そういう意味で言われるなら、うんうん、僕にもハートはあるよって思ったんですね、うんうん、例えばその夏の晴れた日の青い空を見て、うんうん、中学校2年生の時の部活を思い出すとか、うんうんうん、あるある、雨の匂いするよねとか、うん、あ焚き火の匂いとか、そういう時あるっていう風に思い、うん、確かに僕はハートはあるやって思って会社に行く時、うん、僕自転車で40分かけて行くんですけど、うん、感じる人間、俺はもう感じる人間なんだハートがあった、うん、で確かにどうやったら感じるんだろう、あよっこさんこんなこと話してた、うん、でずっと頭の中で考えてる、喋ってる、喋ってる、ずっと、うん、あの感じるについて喋ってるんですね、うんうん、これだと思ったんですよ、うん、あのエニアグラム、うん、実践編などでも、うん、インナートークをやめなさいってよく出てくるんですね、うん、あこれだと思って、うん、で頭の中を黙らした、うん、黙れと喋、うん、んな、うん、って言った瞬間に、うん、なんかあ、うん、足が冷たい、うん、寒いってなって、うん、で息を吸った瞬間に、うん、あ中学校2年生の時に、うん、俺好きな先輩に告白して振られたみたいな気持ちが入ってきた時に3つの分類が僕の中でできたんですね、うん、その頭の中のおしゃべりをやめさせた瞬間に体が寒いって言ってるのに気づき、出せとも言ってない冬の匂いを嗅いだ時に気分がほわっとなる、あ3つの分類ができたと思って行った時に、あ僕は頭なんだ、うん、ずっと喋ってる、ヘッドセンター、ずっと喋ってるって思ったんですねうん、うん、この今の瞬間も、うん、あ俺今4分間一人で喋ったけど、うん、体調大丈夫かな大丈夫か、聞いた方がいいですよって喋ってるうん、うん、すいません喋りすぎました体調冬ってどうです？冬はこの、まあ、ライブでも話したけど、はい、あの寒いですよね、あの五感ですよ、はい、こう寒い、痛い、暑いっていうところがまず来ますよね。なんで、うん、今の私が今この一人で4分が、うん、なかなかとすいません喋りましたけども、うん、体調がそのライブの中でも話した、うん、冬は寒い、うん、寒いですよって言った時に、うん、はぁと思ったんですねそう、外出て夏は暑いな、がもうまず暑い暑いっていうのが来ますよ。不快が来るんですね。そうそう、暑いのをどうするか、だからまあ不快も快もありますけどね。ああ、なるほど。あったかい時とか、ああ今日は気持ちがいいなみたいな。それはあの喋ってる感じではないんです。でもまあ一緒。あ、そこはそうなんだ。多分そうガッの人は一致してるんですよね。うん、全てが一致してる。はい。あ、なんかこう会議的な会話はないですよ。
日東兵のタイプ6の脳内で会議が始まるみたいな。はい、で僕はまあ、うん、僕と同じ顔してるんですけどね、みんな。うんうんうん、違うこと、みんな同じ顔の人が違うことを言ってきます、うんうんはい。っていうのはあんまりなくて、みんなっていうか、だから一人僕がいて熱いですよ。なんでその、うん、そうなんですよね。だから僕はよく、うん、みんなそう思うよね、うん、っていう時に、うん、僕の感覚では、うん、みんな頭の中でおしゃべりしてるよねって思うんです、ね、うんうん。頭の中でああでもない、うん、こうでもない。うん、で、うん、やってると思ってるんですけど、うんうん、多分その感覚はみんな違うんですよ。そう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 。だからあの思ってることってまあ結局こう独り言のように心の中で話したりはしますよ。はい。今日あったかいなとか。バカっぽい。っていう。なるほど。うん、寒いな。それしか言ってない。まあでもそういう寒いからいろいろ考えますけどね。そこに会社の人間とか出てこないですか？出てこないです。ああすごい。例えば寒い。朝出た、家を出た瞬間寒いって思ったら、このまま行ったらすごい寒いなって、もう一枚来てこようかなとか。寒いしか言ってない。その寒さを、不快な状態を何とか良くしようってことに思考が行くので、そっちのことを考えますよね。例えば僕、うん、会社行く前、うん、あ、寒いと思っても、うん、まあ冬ってこんなもの。で、うん、さあ、今から会社行って、うん、あ、こんなことがあるっていうのとか、うん、あ、動画で昨日あの人があんなこと言ってた。うん、とか、あ、この、動画じゃ取り上げれば、うん、僕たちの動画で上げれるじゃん、うん、みたいなことをずっと喋ってる、うん、なので多分そういう感覚はありますよ。そういうことを考えたりすることはあるけど、はいはい、まず出た時に思うのが寒いですよ。で寒くてその不快を何とかしなきゃいけないっていう感情が出てくるので、まあもう一回家に戻って一枚着てくるのか、服違うあったかい服に変えてくるのか、とりあえずこれ耐えれそうだなと思ったら耐えていくのかっていうのが来て、そこが落ち着いてからですよね。いや、そこにフォーカスしてるって話ですよね。そうそうそう。そこにフォーカスして、そこが一通りこう落ち着いたら、あ、昨日の動画こうだったなとか、そういったところ。で、僕もまずフォーカスするのがここなんですね。うん、ずっと、今日何やろうとか、うんうん、動画何やろうっていうのにガッてフォーカスがいって、うん、落ち着いてから多分、うんうん寒いとか。だからそこが多分逆って話ですよね。はい、で落ち着かせてから今日何やろうかなとか、はい、今日の仕事どうしようかなとかっていうのを考え出すっていう。なんでライブでは言いたかったけど、うん、言いたいと思ってメモをしてたけど、うん、言えなかった、うん、こととしてメモ取ったりしてるんですよね。うん、忘れるから。忘れるからと思って。うん、マインドフルってよくマインドフルネスって言うじゃないですか。うん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 、この本に出てくるんですけど、うん、その意識を向けるっていうのがマインドフルだと、うん、要はこの僕がバーって頭に感じていることに意識する、うん、こいつ今このずっと喋ってるよって意識をするのをマインドフル、うん、要はこの喋ってるのは自動反応なんですよ、うんうん、タイプごとの自動反応、うんうん、なのでよっこさんにも言ったんですよ、うんうん、あ、よくさんタイプ4の女性にも言ったんですけど、うん、要はタイプ4の人とかは、うん、要はフィーリングの人は常にその、うん、何かあるたびに感情が湧き上がってくるの、うん、大変ですねって、うん、僕そんなん耐えられないですって、うん、あの負の感情と、うん、一緒にセットで出てくるから、うん、って言った時に隊長から言われたのが、うん、いやあなた常に考えてるでしょって、うん、みんな大変なのは一緒なんだよそうそうそうどこにフォーカスしてるかって話ですからね、はい、パターンに気づくことがマインドフルネスだと、うんうん、要は今会議してるななって気づくと、うんうん、いややめさせることができる、うん、やめろって、うん、ってした時に僕は初めて、うん、その今向いてる社会と、うんうん、ちゃんとした自分、うん、自動反応じゃない、うん、僕と向き合うことができる、うん、寒い冬の空気が気持ちいいとか、うんうん、あ太陽が照ってるとか、うん、だって何も気づいてないもん喋ってるから頭の中で、うん、っていうのが分かった、うんうん、すいませんいやいや違った、まあ、思考タイプっぽい感じですよね。あ、そう、あの今のこの僕のセンターの説明って言いつつ、うん、今ずっと喋ったのは、うん、あのヘッドセンターの話です。ヘッドセンター、はい、うん、だから僕だとこう寒いとか暑いとかっていうのがまず来るじゃないですか、快不快の情報として、そう、はい、でそこを何とかしたい
だから、はい、ずっと寒いとずっと寒いってことを考えてますよね。ああ、なるほど。なるほど、うん。それもまたちょっともったいない話ですよね。うん、要は、あの自動反応で湧き起こってくる。自動反応。でもまあ、1枚着ればいいみたいな話だったりする。解決しちゃう。はいはい。部分だったりするので、なんですかね、寒い。たくさん着ればいいじゃん。それちょっとバカっぽくないですか。でも、それでこう、いろいろ目は向けられるようになるわけじゃないですか。あ、要は、意識を向ける。うん、意識を向ける。どこに意識を、が一番向いてるよっていうのに、まず気づきましょう。うん、そうそう。だと思います。で、はい。多分、ガッツセンターだとそういう本能的な、五感的な部分ですよね。はい。暑いとか寒いとか痛いとか。あ、ばっかりに目が向いてるよっていうことに気づくこと。うん、そう。で、それを解決するには、寒い状態を消せば解決なんですよ。あ、なるほど。そう。意識的に寒いの、寒くない、寒くない。って変えるのは難しい気はするんですよね。なるほど。僕の中では、うん、あの、あ、ヘッドセン、ヘッドセンターのものです。なので、こう、ヘッドセンターの人は頭の中だけで起こってることじゃないですか。で、寒いと思っても、うん、まあ、我慢しようで多分。で、会議に戻れるんですね。だから僕がこう、寒いっていうのを我慢しよう。っていう時に、はい、寒いのを我慢する寒いのを我慢するってずっと考えてなきゃいけない。僕の場合は寒いんだからなるほど。こう違うことを考えて寒いのを考えないようにするとかってできるかなみたいな。あ、でもまあ、うん、言いたかったこととしては、うんうん、そのどこに意識を向いてるかが分かれば、うんうんうん、あのセンターが分かるんじゃないっていう、うん、あ、そうそうそう、はい、でそれはあって、なので僕がこう快適にすればすぐちゃんとバランスよく、バランスよく、で、まあ僕の場合はそうやって快適ばっかりを求めてはいけないみたいなところはあるかもしれないですけどね。すっごく寒い日とかであれば、はい。あったかくした方がいいじゃないですか。もうなんか真冬に薄着で出てきて、すっごい寒いのに我慢する必要はないんで、はい。来たらいいじゃないですか。はい。だけどこう、部屋の温度とか 0.5 度の違いみたいな、うん。今あったかいかな、寒いかな、ちょうどいいかなみたいなことを結構考えたりすることはあるんで。ああ。そう。みんな暑いって思ってないかなとか、寒いってみんな思ってないかなとか。それ気にしてるわけじゃなくて、自分がそうだからってことですね。自分がそうだからもあるし、快適な場所で、がいいって思ってるので、みんなもそうやって思ってる。あ、だからさっきの話ですよ。あ、そうですね。みんな頭の中で会議が起こってるみたいなことを僕がこう、みんな暑いって思ってるんじゃないかなとか、寒いって思ってるんじゃないかなっていうところに、フォーカスが行くので、ちょっと寒くないですかとか、暑くないですかって声かけたりとか。気にしてないって話ですもんね。そう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 。なので、まあガッツの人は気にしてるかもしれないんで。では、この実践編に書いてあるのは、うん、体に根ざす、うん。頭を沈める。うん、心を開く、うん。バランスですと。うん、バランスです、ね。はい。だからその、どこに意識が向いてるかで、うん、センターはわかるのかなって。うんうんうん、人から見ると、うん、行動は一緒なのでね、うんうんうん、あのちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、うん、何かが起きた時に、うん、あ、何かが起きた時じゃないな、通常ですよね、通常ですよね、なんかふとした時にみたいな、ふとした時にどこが動いてるのかですよね、うんうんうん、頭が喋ってるのか、うんうんうん、湧き上がってくるものなのか、うん、体に根ざしたものなのか、うん、まあ、体に根ざしたものも湧き上がってきますけどね。それがよく怒りですか。怒り、まあ、その辺が多分あのライブでもヨッコさんとなんか似た感じはありますよね。ああ、そうですね、うん、あのハートの人とハートとガッツってなんかちょっと似たような感じはありますよね、はい、みたいな。いや、言葉で説明できない。そう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 、なんかもうちょっとこう何なんだろうなみたいな、もっと曖昧なものな感じはするんで、はい、難しいですよね、何かって言われると。でもまあ書いてあるのは、うん、その頭を沈める、うんうん、体に根ざす、うん、心を開くことで、うん、プレゼンスに気づくことができるんですと、うん、今あることに感謝することができる、うんうん、まあそこまでまだちょっと至ってないので、ね、そこがまた分かんなくなりますので、そうやって言われると逆にここからなんですけども、うん、あの自分がどのような状態に陥ってるかっていうのは分かるんじゃないかなって、うん、思考の人は不安ですよね。思考の人はヘッドセンターの人はそうですね、うん、ついつい要は今から何やろうとか、うん、何やこれからどうしようってちょっと頭が向きがちです、うんうん、で自分がそうなって思ったのは、確かにその、うん、はって湧き上がってくるものって、うん、過去の思い出とセットなんですよね、うん、で過去と思い出とセットで例えば匂いとか、うん、天気とか、う
感覚ってその過去と、うん、過去の思い出とセットで出てくるんですけど、その過去の思い出で一緒に出てくるのが大体嫌な思い出、要は強烈な思い出なので、うん、まあ記憶に残ってるのが強烈なものってことですよね。それが多分、うん、タイプによって違うのかなと思ったのは、うん、その成功の思い出が出てくるのか、うん、失敗の思い出が出てくるのか。まあでも失敗とかの方が大きいんじゃないですか。そうで、僕はだって出てくるのは大体その失敗の思い出が多いので、うんうん、苦しいって思うんですね、うん、でそれを忘れたいがために喋ってるのかなっていうのは、で出てきたものを、あ、もうこれはもう忘れろ、早く忘れろ、うん、早く忘れろってやるたびに出てくる、うん、今瞬間、今ここですよ多分。過去の思い出もだけど、今どう感じるかですよね。多分あのハートの人たちは多分それがあると思うんですよ。まあ過去のもまあもちろんありますけど、過去のこういう辛かったこととか思い出して感傷に浸ったりとかっていうのはあると思うんですけど、この白い息を吐いてみたいな、その感動みたいなのって今感動してたりするわけじゃないですか。はい。うん。なので、そう、今ここを。はい。そう、そうそう。それはわかる。だからこう、頭、思考を抑えて。抑える。そう。今の状態を感動できるような。はい、それ。そう。で、よくさんもおっしゃってたのが、うん、そこで、はぁ、白いっていうところで終わればいいけど、うんうん、わーって次々に溢れ出してくると、うんうんうん、それは黙れと。黙れと、うん。意識を向けて黙らせる、うんうん。ちゃんと今感動すること。今そう。うん、で寒い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 じゃなくて、そう。だったら何とかして、うん、ちゃんと今を見る、うんうん。っていうところですかね、うん。そう。パターンに気づくこと。うん、パターンに気づくこと、うん。パターンに気づくこと。はい。うん、だからまあみんな違う。みんな違う。そうなので、その、そこでも、ライブでも出たんですけども、僕は、僕と同じ顔の人がたくさんいて、うん、いろんなことを喋ってるんですけど、うん、よっこさんは、もう、壁と喋ってる感じ。壁に向かって。喋ってる感じだって。体調はどんな感じですか？僕は僕ですよね。僕しかいない。もう、中までずっと自分が詰まってるんですね。なんか心の中を探っていくみたいな感じです。落ちていく。もう多分その感覚は多分共有できないですもんね。多分もう感覚の問題なんでね。僕も頭の中でとかって言われても、あ、イメージはできますよ、絵として。あ、よくあるよくあるやつですね。よくあるやつ、はい、絵としてイメージはできるでしょ。脳の中に人がいてみたいな、そう、そういうイメージはできますけど、その感覚自体はよくわかんないですもん。そうだと僕も落ちていくのイメージが全くつかないですもん、うん、落ちていく、探っていくって言われても、うん、探るのはこの中じゃないの、お、なんかこう深く入っていく感じです。あ、もう分からない、うん、水の中ですか？水の中に沈んでいくようなイメージ。ああ、なるほど。漫画で見たことあります。水の中で考えてるのは、うん、でこう深いところに、自分は一体何を考えてるのかみたいな、深いところに落ちていくみたいなっていう感覚は皆さんそれぞれ違うようで、うん、違うんだろうなっていう。ねるねさんとかは、うん、私がいて、横にまた私がつくって言ってましたもんね。うんうんうん、多分これ日っぽい感じなんですかね。日っぽいんですかね。この私に対して2の私が教えてあげるっていう。ああ、そうかもしれないですね。5の人は俯瞰するとか言いますからね。自分自身さえ。そう、会議室を俯瞰して見てるって言ってますよね。そうそう。そうなんですよ、うん。だと、みんなそれぞれ違うっていうのが面白いし、うんうん、まあ、こういうのを喋ると多分どこ使ってるのかが、うん、わかるのかなって思うんですよね、うんうん、そう、なんか深いガッツの人を僕は沈んでいくみたいなのって深い感じはするじゃないですか、うん、腹の底を探っていくみたいな、自分自身の。ああ、わからないわからない。でこうヘッドの人はこう頭の中で追ってる感じするじゃないですか、会議が起きてるみたいな。もうわっしょいわっしょいですよ。なのでその辺の感覚があるのかなっていう。これちょっとなんかまた違うタイプの人とも、うん、うんうん、タイプ3の人ですかね、気になるのは。タイプ3の人。君ら感じてるんだろうって。うん。それをどう処理してるんだいっていうのはちょっと聞いてみたいんですけどね。隠してるとか言いますよね。あ、そうですね。うん、要はイメージを作って、うん、そのイメージになる。この、うん、これは無視。無視するみたいな。それをちょっとまた。はい。あの、マロニーさんとかは、うん、タイプ3で。タイプ3。あ、マロニーさん説明うまそうですよね。うまそう。タイプ3の。マロニーさん、どうでしょうか、うん、どうでしょうか。もうマスク、サングラスで OK です。
まあ、出たくないならこうメッセージ、コメントでも、はい、ハートの話を、うん、マロニーさん、はい、ちょっといかがでしょうかと、はいはい、お聞かせいただければ、お聞かせいただければ、はい、またここでなんかちょっと丸乗りが過ぎちゃうかもしれないんですけど、うん、よろしければと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。